悲伤，悲伤，悲伤。どうも、今日は別のデザイドはい、ということで、本日はですね、こちらのアプリ、メルカリさんを使って、いろんな商品を出品していきたいと思いまーす。イエーイ。皆さんですね、メルカリさんはご存知だと思うんですけど、改めてご紹介をね、僕がしたいと思います。まずですね、簡単に出品できてすぐ売れる、それがメルカリなんですけど、その中にもね、もう結構こうね、安く売ってたりとか、まあ、ソフトテニスの商品とかもね、いろいろね、置いてたりするんですよ。メルカリを見ていくと、いろんなもの置いてありますけど、でもなんか、本当に新品未使用とか、そういうのも置いてあったりとか、まあ、なんか買ってもなんかいらなくなったなとか、そういう人たちがなんか出品してたりするんで、僕はね、結構見たりします。で、こっからがですね、お得な情報なんですけど、なんと、本日23日と明日24日、メルカリ5周年記念で、ドゥルル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 ルン、ペン、ペン、10% オフのクーポンがもらえるというキャンペーンをやってます。ドドンドドンドンドンわっしょいということで、はい。とってもお得なクーポンがね、このね、期間中は手に入るということで、ぜひね、皆さんもこの期間中にね、買い物をしてみてはいかがでしょうかということで、この 10% のクーポンを使えば、まあ、ちょっとでもお財布に優しい、地球に優しい、環境に優しいみたいなね、感じでお買い物もできたりするんで、ぜひこの期間中にメルカリさんのアプリをね、取っていただいて、10% のクーポンを使ってみてはいかがでしょうか。本当に今がチャンスなんで。そしてそしてさらに、これだけでは終わりません。なんと、本日23日から30日まで、様々なタレントさんや、人気クリエイターさん、ヒカキンさんや、はじめ社長さんまでも、商品をね、出品するみたいなんですよ。いやー、俺が欲しい、こうということで、恐縮なんですけど、僕もね、その並びに僕の商品も出品させていただくことになりましたので、ぜひぜひ皆さんもメルカリさんをチェックして、僕の商品も買っていただけたらと思います。ということでですね、ただただね、自分の私物を出品するのじゃやっぱ面白くないじゃないですか。今回、こんな企画を用意しました。それがこちらです。ソフトテニス15点マッチで1ポイント取られるごとに、私物出品しますイエーイフォーフォーフォーねえ。はい、ということで、こちらの企画なんですけど、僕がね、ソフトテニスの試合をして、15点マッチで1ポイント取られるごとに自分の私物を売っていくっていうね、企画になっております。それでは、ソフトテニスの試合へ、ゴー。それではやっていきたいと思います。
ということで試合見ていただけたでしょうか。まあなんとね、15点中10ポイント取られてしまったということで、10点の大事な私物をね、皆さんに出品したいと思います。でまずですね、こちらですね、こちら今僕が着ているソフトテニスのウェアなんですけど、まずね、思い出が深いんですよこれは。まずこれ僕中学の時に、まあ、ソフトテニスをやってて、高校の時に公式に入ったんですけど、これみんなでね買ったユニフォームですね。これを大事なんですけど、出品したいと思います。でこれね、まだまだ他にもね思い出があって、これね結構動画内でもね、初期の頃の動画とかこの服でねやってたりして、もうね汗もねたんまり染みついてます。よろしければね、こんな服でよければね、皆さんね買ってください。よろしくお願いします。で次がですね、こちら、はい、ドン。これもソフトテニスの、ウェアなんですけど、オール関東チャンピオンシップスって書いてあって、これ2006年の関東大会に出場した際に買った服なんですけど、これもね本当に思い入れがあってね、初めて関東大会に行った時にね買った服で、でそこで買って、もう本当中学から愛用してる服で、これもね出品します。続いてこちら、これね白いね水野のズボンなんですけど、これもねテニスウェアですね。まあこれも本当に関東大会行った時に買って、もう長年愛用してるやつですね。年季も入ってます。汚れもあります。だから備品ではないです。ただ、僕の汗は染みついてます。これで下手したらね、涙を拭いたズボンかもわかんないんで。それはねえか。で、続いてなんですけど、こちら。はい。缶バッジですね。これもね、本当に何が思い出あるのっていう話なんですけど、こちらに関してはね、初めてグッズを作ったんですよ、僕。初グッズがこの缶バッジ。ペイソンバッジなんてこれから作るかわかんないけど、本当に初めて作った商品なんで、本当に感慨深いですね。続いてもこちらですね。はい、ペイソングッズ。はい、これもですよ。これもね、本当に初めて作った、自分のね、グッズで、これをね、毎回僕、カバンにつけてます。だからもう本当に皆さんでお揃いにして、これね、汗水つけておきますから。これで価値が下がったらごめんなさいですけど。はい、あとの商品はこんな感じで、ロイヤルの服であったり、こちら先ほど紹介したやつですね。こちらにサイン入りも全部にサインするんで、でこんな感じですね。はい、ということでこちらの商品が欲しいなと思った方はぜひぜひメルカリさんをチェックしてみてください。まあ、詳しい内容とかはですね、概要欄に全部貼ってありますので、ぜひそちらをねチェックして僕の出品した私物を買ってみてください。よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。以上です。あざした。